どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、三井住友ナンバーレスクレジットカードありますよね。こちらのクレジットカード、こちらね、三井住友ナンバーレスのクレジットカードなわけなんですけども、こちらにですね、なんとですね、こちらゴールドカードがですね、爆誕ということで、本日ですね、この三井住友ナンバーレスのゴールドクレジットカードはですね、発行開始になりましたということで、こちらについてですね、解説ね、やっていきたいと思います。このね、三井住友ナンバーレスゴールドクレジットカードっていうのはですね、こちらゴールドカードということで、まあ本来ね、ゴールドカードであれば年会費がね、結構高いね、クレジットカードが一般的だと思うんですけども、年会費は5500円かかるわけなんですけども、今キャンペーン中ということで、初年度年会費無料ということで、またですね、1年間に100万円決済するとですね、それ以降のですね、年会費が永久年会費無料ということで、ゴールドカードにもかかる変わらずですね、100万円ね、1年間で利用していただければですね、年会費無料でね、保有することができるゴールドクレジットカードっていう風になるわけなんですよね。まあね、年会費無料でね、持てるゴールドクレジットカードっていう風になりますんで、まあ私としてはですね、かなり、ね、発行したいっていう感じなんですよね。で、今回ですね、この三井住友ナンバーレスのゴールドクレジットカードですね、新規入会キャンペーン、こちらはねちょっと一部の方しか対象ではないかもしれないんですけども、ポイントサイトの案件とかもねあるっていった形になりますんで、気になる方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずね、基本スペックですね。三井住友ナンバーレスゴールドクレジットカードということで、こちらはですね、ナンバーレスということで、こちらはね一般カードなんですけども、まあ、これと同じようにですね、クレジットカードの番号とかが記載がなくてですね、番号を確認するには三井住友クレジットカードのスマートフォンアプリのね、 V パスアプリっていうのがあるんですけども、それで確認していただいてですね、利用していただくっていった形になるんですよね。で、年会費に関してなんですけども、5000円プラス税金という風になっておりまして、こちら先ほど言った通りですね、キャンペーンが行われておりますので、2021年の9月の30日までね、申し込みした場合はですね、初年度の年会費も無料っていった形になります。またですね、1年間に100万円のね、利用していただくとですね、翌年以降ですね、永久年会費無料っていった形になるんですよね。これね、結構すごいですよね。またですね、家族カードもね、無料で、こちら人数制限がないっていった形になるんですよね。これは結構すごいですよね。で、貯まるポイントなんですけども、三井住友カードということで、V ポイントがね、貯まります。で、還元率なんですけども、200円決済につき 1V ポイントがね、貯まるっていう風になりますんで、還元率は 0.5% 還元っていう風になります。でですね、年間100万円利用していただくと、1万ポイントがね、つくという風になりますんで、100万円きっかりね、利用していただくと、1.5% 還元のクレジットカードっていう風になるんですよね。まあこのね、基本は 0.5% なのに100万円利用していただくとボーナスポイントっていうのは本当にね、エポスカードにね寄せてきてる感じがねかなりしますよね。またね、障害旅行保険ということで最高200万円までね保証っていう風になっております。こちらはですね、児童負担の保証額と利用負担のね保証額が変わるようになっておりますので、もしねこちら気になる方はですね、公式サイト概要欄に載せておきますので、そちらね見ていただければなと思います。またね、ショッピング保険ということで年間300万円のね保証がついている感じになりまして、またね、各空港のゴールドクレジットカードでね入室することができるクレジットカードラウンジですね、こちらについても利用することができるっていった形になります。このね、三井住友ナンバーレスゴールドクレジットカードですね、やはりゴールドクレジットカードにもかかわらずですね、年会費が初年度無料、またね年間100万円利用していただければ、その後もですね永久年会費無料っていう点がねかなりすごいですよね。またね、100万円決済していただくとプラスね1万ポイントをもらえるということで、還元率としてもですね 1.5% 還元までね還元率上げることができますので、この点としてはですねかなりいいのではないのかなと思います。でですね、 ANA マイルを貯めるクレジットカードとしてはねどうなのかっていう話なんですけども、残念ながらですね、三井住友ナンバーレスゴールドクレジットカードはですね、まあ 1.5% 還元にはねなるわけなんですけども、この V ポイントっていうのはですね、通常ポイントでナンバーレスの場合はね付与されるっていう風になりますんで、 ANA のクレジットカードね保有している方でもですね 60% でしか交換することができないっていった形になりますんで、 ANA マイルの還元率としては 0.9% ということで、 ANA マイルをね貯めるメインカードにはねなり得ないっていった形になりますんで、
この点はね覚えておいてください。またですね、こちらのナンバーレスのねクレジットカードなんですけども、コンビニ3社であるファミマ、ローソン、セブンイレブン、これとマクドナルドでね利用していただくと通常 0.5% 還元なんですけども、プラスね 2% 還元っていう風になりますんで 2.5% 還元になるんですよね。またですね、この三井住友ナンバーレスはビザとマスターのね国際ブランドがあるわけなんですけども、このタッチ決済ってありますよね、このリップルマークですね、このタッチ決済でねこのファミマ、セブン、ローソン、マクドナルドで利用した場合はですねプラス 2.5% 還元っていう風になりますんで、こちら合計 5% 還元っていう風になるんですよね。まあこのコンビニ3つとマクドナルドだけにはなるわけなんですけども、ここでねかなり利用されるっていう方はですね、こちらタッチ決済で利用していただくと 5% 還元っていう風になりますんで、これはねすごい還元率だなっていう風に思います。またですね、こちらエポスカードのようなね特典もありまして、選んだね3つのショップだけですねプラス 0.5% 還元ねしてくれるっていう制度もあるんですよね。まああの選べるポイントショップっていうのがねエポスにありますけども、本当にこれと同じですね。まあ対象店舗はですね一応ここら辺にね出しておきますけども、まあこれこちらね一部です、全部ではないんですけども、まあこういったところをですね選んでいただいて利用していただくとですね、通常 0.5%なんですけどもプラス 0.5% ということで合計 1% 還元っていう風になります。ですので、まあこの選んだお店でね100万円きっちり利用した場合ですね、還元率 2% に、ね、なるっていった形になります。まあ対象店舗はですねこちらも概要欄にね載せておきますので、気になる方はですねそちらチェックしていただければなと思います。それでは次にですね、こちらの新規入会キャンペーンですね、こちら新規入会と利用で最大1万3000相当のポイントプレゼントキャンペーンっていうのがあるんですけども、こちらはですね2021年6月30日までに、まあ、私のようにですねこちらナンバーレスのクレジットカードなんですけども、まあ、こういった感じでナンバーレスとかね発行された方はですねこちら対象外なんですよね、このキャンペーン。ですので詳しくね解説はいたしませんけども、もしね三井住友カードのナンバーレスとかねその他対象カードがね公式サイトに載っておりますので、そちらね発行されたことない方であればですね最大1万3000分相当のねポイントがもらえるっていう風になっておりますので、ぜひね狙ってみていただければなと思います。それでは次にですね、ポイントサイトの案件ですね、こちらポイントサイト EC ナビで三井住友ナンバーレスのゴールドクレジットカードですね、こちら発行するだけで8000分のねポイントがもらえる案件っていうのが出ておりますので、気になっている方はですねぜひねポイントサイト EC ナビ経由でね発行してみていただければなと思います。公式サイトはね概要欄に載せておきますので、 EC ナビをね経由していただいて発行していただければポイントもらえるっていう風になりますので、初年度年会費無料にもかかわらずまた8000分のポイントがもらえて1年間に100万円ね利用していただければ、翌年以降もね年会費無料でね維持することができるっていった形になりますので、かなりねお得ですよね。でこの EC ナビの案件なんですけども、残念ながらですね本日7月1日ですよね、7月2日までしかこの案件ないそうなので、もしね発行される方はですねできるだけ早くね決断ねしていただければなと思います。ちょっとね私はどうしようかね迷っているわけなんですけども、先日の動画でもね言いましたけども、マネックスカードのね審査落ちましたので控えてるわけなんですよね。ちょっとね発行したいなっていうふうに思ってるんですけども、どうしましょうかねということでちょっとね検討して発行するかどうかね今日と明日悩みたいなっていうふうに思うわけなんですけども、ちょっとね発行しちゃうかもしれないですね。まあこれでね審査落ちましたらですね半年間をね控えようかなっていうふうに思ってるわけなんですけども、かなりねお得っていうふうになりますし、私もねこの年会費永年無料でゴールドカードが保有できるっていうのはですねやっぱり魅力でねちょっと欲しいんですよね。ゆっくり考えてからね検討したいなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですね三井住友カードナンバーレスゴールドクレジットカードがですね新しく発表されましたということで解説、ね、させていただきましたけども、やはりねゴールドカードで永久年会費無料はね手にすることができるということでかなりねいいですよね。私もねちょっと考えなきゃいけないんですけど、かなりね発行したい方向にね流れていますね。まあ気になる方はですね先ほども言いました通り7月2日
までのね対象っていう風になっておりますので、この手をね早めに決断していただいてですね、利用ねしていただければなと思います。こんな感じでですね、今回の動画は終わりたいという風に思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。